目立つためのそうじゃないですか。でコントロールいいピッチャーが来たベッポン、そうすると面白いのはメイン球団入ってて200勝以上のピッチャーの人がずっといるじゃないですか。そうするとストライクは絶対取れるってコントロール持ってるんですよ、みんな、うん、必ず、うん、ということはボールを平気で投げれるってことなんです、うん、要は今のピッチャーストライクを取れないに勝負投げるじゃないですか。自分のストライク投げたいにボールになるじゃないですか、うん、でも本当のコントロールした人って、いつでもストライク投げれるから、わーっとボールを投げれますっていうスタンスでピッチングするんですよ。なるほど、なるほど。だから全く違うスタンスだと思うんですよ。だから、いわゆるミス投球はないですよね。ここでキャッチャーが外してって時に、中に入るピッチャーがいないはずなんですよ。うん、絶対外には逃げるけど。うん、だからずっと見てる時に、カープなんかもいいピッチャー見ると、インサイドへミス投球して打たれるやつは中に入ります。うん、でも、いいピッチャーは絶対外に外れます。で、面白いのは、困っても、俺はストライク取れますっていうスタンスで投げてるから、なんとなく宿泊してないですよね。自信がある。はい、あ。